カルチュア・コンビニエンス・クラブ。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社。カルチャー・コンビニ・クラブ・カンパニー。リミテッドは、ツタヤ事業、ツタヤ書店事業、出版、コンテンツ事業などの持ち株会社である。CCC エンタインメント株式会社。T ポイント事業及びデータベースマーケティング事業を手掛ける CCC マーケティング株式会社。T サイト事業。 生活提案事業などを手掛ける CCC デザイン株式会社、コミュニケーションデザインとコンサルティング事業を担う CCC クリエイティブ株式会社の CCC グループを統括する持ち株会社であるカルチュアコンビニエンスクラブ株式会社は1985年9月20日にツタヤ、ツタヤのフランチャイズ本部として設立され2006年3月1日に 新たに設立した子会社株式会社ツタヤエスタヤ事業を移管し2006年3月から2009年9月までは純粋持ち株会社となる2009年10月1日に株式会社 CCCQ 株式会社ツタヤを吸収合併し再び事業会社となる2011年10月にネット事業を株式会社 t s u t a y a c o m に 別会社か。2014年12月に組織再編を行い、社内カンパニーのうち、ツタヤ事業を手掛けるツタヤカンパニー、出版、コンテンツ事業を手掛ける CCC エンターテインメントカンパニー、データベースマーケティング事業を手掛ける CCC マーケティングカンパニーを、株式会社ツタヤ、2代目法人、カルチャーエンターテインメント株式会社、CCC マーケティング株式会社に、 再度分社化した。2018年5月1日組織再編を行い、再び純粋持ち株会社となる。現在は、ツタヤ事業と、ツタヤ書店事業、出版、および、コンテンツ事業、データベースマーケティング事業、T サイトを中核事業とする、CCC グループ、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式社グループを統括する、純粋持ち株会社である。 1983年3月24日、大阪府平方市に創業。署名は、ツタヤであり1号店の店名は、ツタヤ書店平方駅前店。ちなみに、ツタヤの名前の由来は、ツタヤの創業者である、マスダムネキ、現カルチャーコンリエンスクラブ株式会社、代表取締役社長兼 CEO の祖父が、営んでいた、事業、沖屋の屋号が、ツタヤであったことによる。 江戸時代の地本問屋、津田屋の主人で、社楽を世に送り出したとも言われている、津屋重三郎にあやかり名付けたという説もあるが、1999年までに、社内教育用に使用された書籍には、松田宗明の祖父の沖屋の屋号に由来すると書かれて、井のみである。津屋重三郎由来説は、後に、松田宗明の知人から沖谷由来より、イメージが良いので使用されてはいかがでしょうかという。 アドバイスによる後付けである。レンタル事業を軸とした、ツタや、ツタヤの他に、レンタルビデオ店の、ビデオ100、ライフスタイル書店の、ツタや書店、ツタやブック、新たな読書スタイルを提供する書店の、ツタやブックストア、ショッピングセンターと融合した、ブック、新本、中古本カフェ、スターバックスの、草村ブックス、アメリカ西海岸をイメージした、中古本を書くとした、 複合施設のツタやブックガレージなどの店舗ブランドがある。創業の野豪、ツタや書店の通り、創業時より書店事業を展開。1号店は大阪や系列の本のフランチャイズ加盟店として出店。1994年により書籍販売事業、ツタやブックスネットワークのフランチャイズ展開を開始。2012年の売上高が過去最高の1。 097000000 00円となり、業界最大手の木の国や書店を抜いて、主位となった。2018年11月現在、販売本、取扱店舗数は924店舗そのうち、ツタヤブックス加盟店数は812店舗、書籍、雑誌販売額は1、308億円。47都道府県のうち、島根県のみ、ツタヤブックス加盟店がない。 ツタヤブックス加盟店には、ブックエースなどの日本出版販売取引店と、トップカルチャーなどの MPD 取引店、株式会社ツタヤ取引店がある。ツタヤは、音楽、映像ソフトのレンタル店として、日本最大手のチェーン店、部門売上高、2012年3月期、である。様々な形態での店舗開発を進めてきたほか、業界語彙。 1999年度であったアコムから店舗網を譲り受けし、3位、2004年度であったサンレジャーをフランチャイジーとするなど、チェーンの取り込みも行って規模を拡大してきた。レンタル料金、品揃えの豊富さ、セールなどのイベントに知事は、それぞれの地域や店舗によって大きく異なる。例えば、品揃えが全国で最も充実していると言われている渋谷駅。 八甲口交差手前にある渋谷津田屋では映像ソフトの陳列棚が監督別、俳優別、制作会社別、原作者別などに分されている。戦争映画を撮ってみても古代二次大戦以前、第二次世界大戦、太平洋戦争、戦後、反戦、二次大戦以後、架空、未来戦争などと細分化されている。一部の店舗を除いて、 会員カードが共通化されており、一店舗の会員となるだけで、複数店舗でのレンタルを利用できる。一部店舗では、音楽、映像ソフト以外に、コミック、漫画の単行本のレンタル取り扱っている。ただし、新規レンタル登録をしてから14日以内は、登録した店舗以外では、レンタルできない。また、レンタル保証料さえ払えば、 ファミリーマートなど、他社発行の T カードでレンタルることもできる。さらに店舗側の都合や、制作元、配給元側などからの推薦上の関係から、店舗において、常時配置の取り扱いがない作品を、検索機や、スタッフ問い合わせなどを利用して、本部の倉庫からその取り寄せ画かになる、リクエストを取り寄せサービスも一部を除く、大部分の店舗で実施している。 2017年10月に、スタヤ店舗で、レンタルと動画配信サービスを融合させた、旧作 DVD、ブルーレイ仮放題ネット動画見放題の、スタヤプレミアムを開始。2018年11月現在、レンタル DVD 取扱いは、店舗数は1152店舗、レンタル CD 取扱いは、店舗数は1137店舗、レンタルコミック取扱いは、 店舗数は942店舗。ツタヤは1993年7月より CDDVD 販売チェーンツタヤレコーズを展開しており映像音楽ソフトの販売店で日本最大手部門売上高2005年度である CCC グループは2005年にバージンメガストアーズジャパン2006年にスミヤを参加に収めており売上高が業界2位 2005年度の申請堂とも提携してた。2018年11月現在、販売 DVD 取扱いは、店舗数は787店舗、販売 CD 取扱いは、店舗数は787店舗。つタヤは1997年5月より、ゲームソフト販売チェーン、ゲイツタヤを展開しており、新品ゲームソフトの販売を行っている。 CCC は2010年9月24日から、フル本販売店チェーンイーコブックスを展開しており、イーコブックスを店舗名として使用しているのは、ツタヤイーコブックス、広文社神ベ店の1店舗のみ。また中古ゲーム CDDVD のリサイクルチェーンリサイクルツタヤも展開しており、中古買い取り、販売を行っている。ツタヤにおける文具。 雑貨関連の事業は2011年にスタートし、文具、雑貨の取扱店舗数が300店舗、2017年9月末現在を突破している。文具雑貨のツタヤのプライベートブランドとして、文具ブランド、ヘデラと雑貨ブランド、デリーヤ、ルリエルを2017年11月より販売開始している。1999年7月29日に、 店舗検索や、店頭在庫検索、エンターテインメント情報が閲覧できるパソコン向け、携帯電話向けツタや店舗のポータルサイト、ツタやオンラインを開設。2002年10月より、ネット宅配レンタル、ツタやディスクス開始。オンライン DVD レンタルの分野で、ツタやディスクスは、会員数百万人、2010年9月現在に、上り、日本最大となっている。 2015年6月より、求人情報サービス、お仕事発見 T サイトを開始。出版事業を行う連結主会社として、徳馬書店、主婦の友社、猫パブリッシング、ペンを扱う CCC メディアハウス、アーススターエンターテイメント、復刊 .com、美術手帳を扱う、美術出版社、京都関連の書籍を扱う三村水子書院、奥田日本版を扱う白。 アダルトボンを扱うトップマーシャル、ローリング、ストーンジャパンを扱う CCC ミュージックラボがある。カルチュア・コンビニエンス・クラブ及び、ツタヤ本体もツタヤ加盟店舗向けに、映画ガイドブック、ツタヤシネマハンドブック、1996年イや韓国、中国、台湾のドラマ映画情報風マガジン、月刊ツタヤアジアマガジン、エンターテインメント、ランキングマガジン、 データウォッチ、2003年5月から2004年3月、発売元、角川書店、書籍、街を変えるホームシェアリングを発行している。映像事業を行う連結主会社として、カルチュアエンタテインメント株式会社の映像事業、カルチュアパブリッシャーズ、映像プロデュース会社のシーアイエンタテインメント、トップマーシャルのアニメレーベル、スマイデル、韓流コンテンツ販売のプラン、 軽エンタテインメント株式会社がある。CCC グループでは2003年10月より3番目の事業の柱として共通会員賞 T カードを基盤とした共通ポイントサービス T ポイントを展開しており積極的に提携を行っている。詳しくは T ポイントを参照のこと。二千十四年十一月十五日よりドラッグ豊か全店舗にて電子マネーサービス ティーマネーを開始。2015年4月16日より、全国のツタヤにて、プリペイド型ギフトカード、ティーマネーギフトカードを販売会。CCC が、スターバックスコーヒージャパンとのライセンス契約により、ブックカフェスタイルのスターバックス事業をグループ会社が運営。グループ会社が、サブウェイ FC、ニューコワン運営、ワイヤードカフェウィズフタバフルーツパーラー FC、 首都圏津田屋、九州パンケーキカフェ、竹吉子供図書館店、九州津田屋運営、レストランを運営している。新 c c は2011年12月に、大館山津田屋書店を中核とする複合商業、施設、大館山 T サイトを開業したのを皮切りに、津田屋書店を中核に、複数の専門店が集まる、ライフスタイル提案型商業施設、T サイトを開け、 2014年12月に、湘南 T サイト、2016年5月に、平方 T サイト、2017年3月に、柏の葉 T サイトを開業。CCC デザイン株式会社が、暮らし関連事業として、家電店、二子玉川ツタヤ家電の運営を、株式会社、ツタヤ家電エンタープライズが、家電製品の卸販売、法人向け販売を行っている。また、 グループ会社の株式会社プロジェット81が B&B イタリア SPA 社の日本正規店としてイタリア高級家具ブランド B&B イタリア及びマクサルトを展開。フリービット株式会社との戦略的資本、業務提携によりトーンモバイルが MVNO サービス、トーンを展開。スタヤや,やカメラの北村の一部店舗でトーンモバイルの申し込み受付ができる。 グループ会社の株式会社、イオシスが、中古スマートフォンタブレット販売、買取を CCC フロンティアが iPhone ケースアクセサリーの販売を株式会社タイムマシンがイヤホンヘッドホン販売を行っている。以下の図書館、公共施設において CCC が指定管理者として運営を行っている。下記にあるように図書館運営で問題を おこし図書館ともの会全国連絡会が引く、つたや図書館の今公共図書館の基本ってなんだマイナス二千十六年一月三十日発行という文書を公開している。初めて CCC が指定管理者となった竹吉図書館では埼玉のラーメン本の古書ばかりが偏って購入されたり古すぎる実用書を CCC の関連会社である中古書店 ネットオフ、現、リネットジャパングループから購入されており、ゴミ本ばかり購入している、ツタヤの在庫を押し付けられているなどと疑惑の声が持ち上がり、一部の市民が説明責任を問う住民訴訟騒動に発展している。また、海老名市立中央図書館でも調査の結果古い雑誌や選定基準の対象外と思われる書籍が含まれて、一般質問会で市民からの批判が集まった。 これを受けて教育庁は CCC に関わる業者からの購入は絶対に許さないと一時 CCC の選書を凍結してやり直すとの発表、謝罪をした。また、海老名市立中央図書館では万国の観楽外ガイドとして性的サービスを提供する風俗店の紹介及びその店員とのやり取り事例を示したガイドブックが貸し出しされていたとして 批判狩り選争をやり直しているが、市教委は選定基準内で問題はないと判断した。他自治体での選定実績もあると主張している。1997年度版、ラーメンマップ、埼玉2巻、全国から埼玉のみに集中した上、シリーズから2巻、4巻、5巻、6巻、8巻、9巻、10巻、11巻のみ、購入、公認会計士、第2次、 試験、2001、2001年間、エラーが分かると、Windows 98、95に強くなる、1999年間、パソコン検定試験、p k o フ9 9 2004年間、食べて痩せる寿司ダイエット、2008年間、男のダイエット、1999年6月、出版、世にも美しいダイエット、1994年間、息するだけ、ダイエット、 3分で金運がついた。2004年間、最強マフィアの仕事術、2001年間、運が明ける、生命判断、2005年間など観光が古く、実用性に疑義のあるものが含まれ、これら用意された1万冊、約1958万円については、すべてネットオフから購入していた。在庫処分ではないかという指摘もあったが、これについて、CCC 側は、 ツタヤの在庫処分ではない。ネットオフはツタヤや CCC のグループ企業ではあるが、在庫数の規模から選んだだけと回答している。なお、シュープレニュース記者が上記導入本についてネットオフの価格を検索したところ、100円であったことが判明している。2015年10月4日、愛知県小牧市で CCC に運営委託するとする新しい図書館の 建設の可否を問う住民投票が行われた。図書館建て替えにあたり、市は竹吉などで実績のあるとされる CCC にと作していたが、市民グループが住民の意見を聞かないまま渡し、企業に公共の図書館を運営を委託しようとしているとして、反死撤回を要求、市議会が住民投票を決めた。その結果20歳以上の有権者による投票で、 賛成票24,981、反対票32,352で否決された。なお、投票結果に関して法的拘束力はないが、市長は真摯にこの結果を受け止めるよう求められている。10月20日、市は CCC との契約を解消し、計画を一旦白紙に戻すと発表した。2017年に市民グループの住民監査請求で利用者が、 紛失した本の弁償として、再購入のための金銭を受領していたが購入せず、別ド市からの公費で購入をしていた。写真事業を統括する、持ち株会社として株式会社、CCC ホトライフラボがあり、グループ会社にホトクリエイトとしまうま、プリントシステムがある。ツタヤはフランチャイジー店が、全店舗の9割程度を占めている。 そのフランチャイジーでも多店舗展開する企業の一部を列挙する。北海道で、ツタや土曜家店、吹き道南六条通り店、吹き道末広店、ツタや名寄店を運営。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。